並走する京浜東北線と山手線、すれ違う電車越しに主人公はある一人の女性に一目惚れをしてしまいます。でもその一目惚れの相手というのが実は主人公の親友の恋人だったんですね。だけどその同時進行していくもう一つの世界、パラレルワールドの世界ではなぜかその一目惚れの相手が自分の恋人として存在しているんです。そんなかつ切なく不思議なミステリアスな物語をマリエリカの音楽に乗せてお届けします。